これまで多くの素敵な韓国俳優さんをご紹介してきましたが、今回ご紹介する俳優さんはこちら。幼い頃から子役として多くのドラマや映画に出演し、国民の弟という異名を持つユ・スンホさん。イケメンとして、そして実力派としても多くの女性を魅了している俳優さんです。そんなスンホさんは、2000年のドラマ「賢い父と子が過ごしたかけがえのない日々」でデビューし、2002年の映画「おばあちゃんの家」での好演で国民的子役スターとしてブレイク。その後、背景「ご両親様」や「悲しき恋歌」などの人気ドラマへの出演で知名度を上げ、演技力の高さとその人気から国民の弟と呼ばれるようになりました。2009年からは「存続女王」や「ドラゴン桜」などのドラマで子役ではなく本格的な成人演技を始め、演技の幅を広げるとともに、その高い演技力で多くの視聴者を魅了し続けるスンホさん。現在まで多くの作品に出演されていますが、中でも見逃せない作品がこちら。韓国中を釘付けにした衝撃と感動の法廷サスペンスドラマ「リメンバー記憶の彼方へ」。海外ドラマのような予測不能のストーリーに、愛憎や裏切り、ラブロマンスなどの要素が盛り込まれた本作の中で、愛する人を守るために巨悪に挑む若き天才弁護士役を熱演し、男らしい魅力全開で視聴者を魅了しました。スンホさんの兵役除隊後初の出演作として、放送開始前から話題を呼んだ作品でもあり、涙と感動を誘う名台詞や名場面の多さが話題となった名作ですので、まだ視聴されていない方におすすめの作品です。他にも素敵なスンホさんが楽しめる見逃せない作品があります。それがこちら。人間アレルギーの御曹司とロボット女子が繰り広げるラブコメディ、ロボットじゃない君に夢中。スンホさんのラブコメ初主演としても話題となった本作の中で、人間に触れてしまうと発作を起こしてしまう御曹司役を演じ、多くの視聴者を胸キュンさせてくれました。それまでシリアスな役柄が多かったスンホさんですが、本作ではツンデレという新境地を見せ、とろけるようなセリフなど他の作品では見られない甘いルックスを生かしたその役どころは視聴者を釘付けに。スンホさんも自ら、こんなに大切にしたい作品は初めてだと語った本作は、スンホさんを知る上では必見の作品です。2000年に子役として活動を始めて以降、同じ世代の俳優さんたちの中でも抜きに出た演技力を発揮し、その存在感を示してきたスンホさん。国民の弟という異名を持つそんなスンホさんが、大人になってからもどんどん成長を遂げていく姿や活躍していく姿は注目せずにはいられません。これからも楽しみすぎる、目が離せない俳優さんです。いかがでしたでしょうか。今回は新韓流四天王候補として呼び声の高いユ・スンホさんをご紹介しました。まだまだ候補として人気の高い俳優さんがたくさんいらっしゃいますので、これからもご紹介していきたいと思います。それからこの動画が良いと思った方は、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録の後、ベルのマークの通知をオンにしていただければ、最新の動画も見れますので、そちらもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。